うぜえな、こっちのセリフなんだけど。うせません、怖っ。やはり武器が必要だ。すげえな、おっぺ。絶対見せないって感じ。親分って何？なめとんちゃうぞ。今なら炎上しますよ。やめてください。シャー、あーあー、お前、お前、お前、帰らせたい。なんか許せねえから、帰れ、帰れ、帰れ。やばい、おかしいやつしかいねえぞ。たた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 、てててんてててん、うえ、へいらっしゃい。おいらはプータってんだ。え、なに急に名前言い出して。可愛い子よろしくな。あ、はあ、なんかここおかしいと思わないか。え、なんですか。可愛い子落ち着かないだろ。え、ちょっと、いや、はあ、あ、は、あ、はあ、なんかやばいの来た。よろしく。お前なんだよ。最近ここのバイト始めた。あ、はい、教官です。なんか言えよ。え、何初対面で何なの。うぜえな、こっちのセリフなんだけど。やっぱ、お前ふざけんな。お前許せねえ。男をバンド、いや、許せません。こいつ許せません。許せない。帰らせたい。どって帰らせんの、こいつ。帰らせ方わかんない。お、待ってよ。お、ちょ、待ってよ。お前。おい、脱いだ。早いよ。帰れ。怖っ。結構浮いてる。怖い。怖いけど追い出したい。なんでもないしか選択できねえじゃねえか、こいつ。追い出したいのに。くそー。やはり武器が必要だ。帰らせない。おい、濡れてるって、おい。お、タオル、足のこのタオルの意味がねえ。どんだけ濡れとんねん。おーい。え、まさかこう服？このタオルなんやねん。そ、何のためにあるねん。あ、すげえな、おっぺ。おっぺ。ブランしているのかな。同じような服が来た。早い、着替えるの早い。すげえ、タオルがっつり上まで貼りました。絶対見せないって感じ。おばあちゃんもう出たんかーい。お、水浸しで出てくんなよ。タオルでちゃんと。タオル、何のためのその足元のタオルやと思ってんのこれ。吸水全然してねえじゃねえかよ。どうなっとんねん。はい、あんた若いからっていい気になってんじゃないわよ。え、なんで。やば、やっかーな客しか来ねえんだけど。どういうこと。何、ストレス溜まった人しかここに来ないわけ。やばいやばい、客層がやばい、この銭湯。文句しか言わねえよ。どうなってんだよ、やべえよ。ああ。お前、ちょっと待ってください。お前。帰れ。お気に入りの木をいっぱい使おうと思ってたのに、ショックなんですけど。帰れて。お前ふざけんな。ま、なんか、なんなの？若いわね。あんたが親分の言ってた。なんとなくあんたが立った理由がわかるわ。なんなのみんな。親分って何？お子さんは7歳未、ん？子供がいるの？ん？何のこと？ 7 歳未満の子供はお女に入れるって、入れるってそこに書いてあるわよ。銭湯で働くなら銭湯のルールはちゃんと把握しておきなさいよ。置いたのか。え？入っていいんだっけ？アウト？帰ってもらうんか、これは。はぁ、なんでここまで来て帰らなきゃいけない。ちょっと待って、入れ墨。ちょっと待って。お
おはようございます。あんな、はい、自分仕事遅すぎたで。わあ、また若さに嫉妬、やめていただけませんか。こっちも困るんですよ。昨日からね、そういう苦情ばっかりで、ここら辺に若者がいないのはあなたたちのせいではないでしょうか。もっとちゃんとやらんとあかんで、ね、私の方がこの仕事できるんとちゃう。なめとんちゃうぞ。帰らせていいか。お前帰れ。なんか許せねえから帰れ。なんでな。あ、ちょっと、うちなんかした？ほんまありえへんわ。自分人の心ない？え？帰れー！暴言セーフ？今なら炎上しますよ。いいんか？ SNS あげるで。お客様は神様ちゃうよね。お嬢ちゃん。え？それなりにいい体してる。はぁ？やめてください！もっと痩せた。余計なお世話だわ。なんなの？ここの人たちやばいんだけど。これも炎上やで。料理なんかはできるのか？あ、できるし。女なんだから当たり前だよな。おーい。出たー。やばいのしかいね。まあ、お嬢ちゃんならギリギリだけど、合格かな。きめえ。俺ら女にしてやるよ。結構です。母じゃねえよ。母って言ってんのはミキだけだよ。恥ずかしがり屋さんなんだな。嫌いじゃないって。まあ今日のところはとりあえず風呂入るわ。帰らせてー。やべえ、客しかいねえ。大丈夫か、ここの、ここ大丈夫か。マグロらしいから、ここに直接見に。うわうわうわ。なに。なに。はぁ、ねえ、あいつなんなん？あいつなんなん？何？なんでみんな話しかけんの？そのまま入れや。今日って客結構来てる？そんなに。そっか。まあ、でもいないことはないよな。いっぱい来てくれるといいな。お前！なんだあの男！頭いかれた？出てったぞ。何？どういうこと？は？やばい。おかしいやつしかいねえぞ。わけわかんないのだ。あ？お前何して、やめてください。写真撮影は NG ですけど。どうなってるんや。え？やめてください。ここでやめてください。帰れ。もう。どうなってんのこれ。え、待って。もうやめていいよ、このバイト。もう全員に文句言われるんだけど。ち。何？早くしろよ。文句しか言われない子、ストレス社会。やばい。ちじゃねえんだわ。くそがー。こんなとこ働いてらんねえよ。